早速市街地インプレッションから始めたいと思います。最近日本車のエンジンにもターボチャージャーを組み合わせてダウンサイジングしたユニットが増えてきていますけど、この車の場合にはフルチェンジ前のエンジンをベースに直噴システムを採用しているということですね。低回転域からこうモリモリと力が出てくるみたいな特性は期待できないんですけど、 CVT との相性がとてもいいですね。日常的に一般道を走っていても特に力強さの不足を感じることはありません。で、もともと排気量2リッターありますので、そもそもの低回転域トルク結構充実していますし、その最大トルク自体も20キロ出していますのでね、スペック的にも十分確保されていると思います。で、実際に今こうして加速をしても、そうですね、だいたい2000回転台あたりをこう保ちながら非常に効率のいい加速をすることができますし、かつての CVT のようにやたらとエンジン回転数がブーンとこう先走りするようなこともないのでね、非常に静粛性も高いと思います。新しいプラットフォーム、スバルグローバルプラットフォームを採用したことによって何が一番変わったのかというと、乗り心地の洗練度が向上しているということだと思います。ボディ剛性自体が非常に高くなって、サスペンションの取り付け剛性とか極部的な剛性も上がっていますので、もうサスペンションが本当に設計通りにきちんと動いてくれているということがあると思います。あるいはサスペンションで吸収できないようなこう微細な振動ですよね、そういうものをこう剛性ボディがこうビシッと抑え込む、そうしたことによって走りの質感をね向上させている効果が大きいと思います。それから今ザラついた路面を走っているんですけど、どうでしょう、ロードノイズがね聞こえてないんじゃないかなと思います。この車リアサスペンションをダブルシフォンにしているというところも大きいかなと思います。すごくうまくいってますね。で、今乗っているこの車タイヤ17インチなんですが、この17インチいいですね。タイヤ新型インプレッサがプラットフォームを一新したという効果が最もよく現れているグレードじゃないかなと思います。さて、場面は変わって高速道路入ってきました。こうしてコーナーが連続する場面、本当に日常的な側域でも前後のタイヤがバランスよく路面を掴んでくれているなという安心感があります。それからレーンチェンジをする時のステアリングの操作感、とてもスムーズでいいですね。こうステアリングの切り始め、フリクションがほとんどなくて少ない打角に対しても非常に正確な反応を示してくれます。あとこのステアリング自体、ギア比が従来モデルよりもクイックになっているんですが、こうやりすぎ感がないですよね。切れ味のスムーズさをうまく感じさせてくれながら、なおかつ切れすぎて軽快を通り越して軽薄な印象になってしまうみたいなね、そういう感覚とは全然無縁でいられますね。またアイサイトのバージョン3にはアクティブレーンキープですね、車線の中央を自動的に維持する装置も組み合わされています。ただ首都高速ではね、制限速度この区間は60キロですので、その機能が働くのが65キロ以上なので、ここでは試すわけにいかないんですけど、実は先日高速道路でねアクティブレーンキープ試してみました。非常にスムーズで運転支援装置としてねかなり役に立つなという実感が得られました。ではエンジンについて中回転域あたりのね、さらにその上の力強さどんな感じなのか確かめてみたいと思います。今回 CVT を組み合わせているんですけど、マニュアルモードがね7速に多段化されたように使い分けられる進化をしています。実際にマニュアルモードに切り替えて今パドルでシフトダウンをしていきました。4速、3速、2速ですね。でアクセル踏んでみましょうね。なるほどね、今シフトアップを繰り返していったわけなんですが、シャープな切れ味のシフトチェンジという感じではないんですが、 CVT 無段変速なんですけど、それをマニュアル操作によってシフトを刻めるというね楽しさは演出されているんじゃないかなというふうに思います。エンジンについても中回転域からやはり充実したトルクが実感できますし、エンジン音としては少し高質感のある音なんですが、決して耳障りというわけではなくね、吹き上がりそのものもスムーズだと思います。さて、いかがでしたでしょうか。
プラットフォーム一新の効果で走りの質感が向上していたという実感を非常に強く持ちました。乗り心地も快適になっていますし、ステアリングのスムーズさであるとか印象に残っています。実は今回ではなくてロングランをした時に燃費も測ってみました。だいたい市街地で11キロ前後、高速道路になると18キロを超える燃費を確認しています。 JC08 モード燃費が 16.8 キロですから、高速道路であればクルーズコントロールに頼るだけでもモード燃費を超える結果が期待できるわけです。走りの質感を向上させ、国産車初の歩行者保護エアバッグを装備するなど安全装備も充実しています。こうした新型インプレッサ、注目してみる価値ありのモデルだと思います。